こんにちは、素晴らしいダンサー皆様。今日は始めましょう。Today I'm gonna teach you New York。今日はニューヨークの種類を教えますので、だから今からしっかり見てください。だ、始まる前には今日は5種類をしましょうですね。5種類。5種類は、1種類目は普通のノーマルニューヨーク。ノーマルニューヨークはこの感じに見える。ウップ OK? で、2番目は、Attack ニューヨーク。アタックやるのニューヨークですね。Attack ニューヨークはもう強くなりますから。ウップこの感じですね。で、次は、Sitting ニューヨークもありますので、だから、Sitting ニューヨークはこの感じに見えます。OK? And then、次は、Up ニューヨーク。これは4番目のニューヨークですね。Up New York. We're gonna go into the fourth one. And Up New York. Whoop. Okay. それは Up New York. Then 最後のは私一番好きのは Knee Pump New York. The last one is the one that I love a lot, which is called the Knee Pump New York. だ、一回見てください。And go. Okay. Can you see that? Okay. 見ましたか?だから今日はしっかりは1番から5番までは全部をしましょう。OK? So, we start with the first one. The first one is called the Normal New York. Normal New York は一番大切なのは今日ちょっと説明しますですね。大切なのはライン。そのライン綺麗かどうか。OK? だからまず、2つラインがあります。アッパーライン、ロアラインですね。アッパーは上半身、ロアラインは下半身。だ、一回見てください。私、アッパーラインをやります。ウォン。だ、こっちのライン見て、ブーン。ここまで。見てください。ブーン。OK? だ、右手首から左足指。OK? だ、もう一回見てください。これはノーマルニューヨーク。これやったら試合必ず点数入る。必ず点数入るものですね。And go! Boom! OK? 見えますか?膝組んでる。くっつけてる。Knees are connected properly. And that's where you get a check action. Beautiful check action. これは素晴らしいチェックですね。OK? So, それは Normal New York. だからもう一回違う方向から見せます。一回見てください。And go! Whoop!Okay? Okay. So, それは、最後は、カメラに向きます。And go, boom. Okay? 鼻は歪まない。鼻はまっすぐ。この感じします。Okay? Okay. So, それは、normal New York. Normal New York は、これやれば、試合の時は全然問題ない。きれいにこれできたら、必ず点数入る。でも、ニューヨークは1回だけじゃなくて2、3回もしますので、だから、いつもはノーマルニューヨークだけはやりません。特に私みたいにプロフェッショナルだったら絶対やらないですね。OK。So、今、ノーマルニューヨークは、大事なのは、さっきはアッパーボディ、then、アッパーボディは上半身。Lower body, lower part of the body は下半身。下半身は足は必ずチェックする。OK? チェックする。OK? だから見てください。私の足、左足、左に向いてる。OK? もし女性だったら、右足、右に向いてる。で、2番目、前から見たら、私の膝、間、穴がありません。There's no hole in between my knees. OK? So,ね、間違ってるのは、一回見てください。And go, boom. ああ、これもう間違ってるですね。Okay? So, それを気をつけてください。Please be careful with that point. Okay? So, so 今は2番目のいきます。2番目。2番目は attack. Okay? Attack はですね、競技選手よくします。There's many competitors who do this, yes? In the attack.ニューヨークアクション。そう、アタックニューヨークはですね、体がアタックですね。OK? だ顔じゃなくて、
体がアタック。だから一回見てください。ブーン。だ胸見てよ。こっち見えますか？その胸は足の上に行きます。そして手はまっすぐ上に行きます。OK？ だから前か横から見せたらこの感じに見えます。And go。フン。アタック。見えますか？ね、これは気をつけてほしいのは、I want you to be aware of the problem would be try not to fall forward。できるだけどうやってそのバランス取るは前に倒れないように、これはお尻、お尻、そうお尻はね後ろ行きながら体前、それはカウンターバランスのテクニックですね。OK？ じゃあ一回見てください。もし私は体前のまま私不安定になります。I will lose my balance if I do that。そう、今は私はお尻、後ろ行きながら体前行きます。だから、この感じですね。反対の方すくう。だから、こっちから、and go, boom。お尻、見えますか？だから、私のバランスは取ることができる。だから、これ、すごく、体の、デザインが綺麗。OK？ だから、これも、よく、審査員が、好きですね。OK？OK。だから前から見せたらこの感じに見えます。もう一回見せてください。And attack New York。アタックニューヨークですね。せーの。ほっ。ふん。OK。And then こちら笑って。点点数入る。OK。だからダンスはその感じですね。いつその表情を入れるもとても大切です。だまた次のレッスンの時は表情能力も教えますね。OK、then。今3番目は行きましょう。3番目は Sitting New York。Sitting New York。座るということですね。座るのニューヨークですね。OK。だから座ったらこの感じ見えますですね。OK。だからこの感じはいい姿勢座ってますですね。ね、今は一回見てください。シッティングをやる前に横から見せます。そして横からすごく見やすい。ダンスは前からだけ見るじゃなくて、横から斜めから後ろから後ろ斜めも見ることができる。ダンス comes from all directions. The judge look at you, yes? So you have to be careful of the direction. だから一回見てください。私、ニューヨーク行くとき、I sit and I do this and 次の step. OK?今こっち向かって一回見てください。Sitting New York and go 2, 3, 4 and 1 OK 見ましたか ？OK だから Sitting New York しながら座るだけじゃなくてくからちゃしながら sit をする。OK sit というのは座るということですね。だから Sitting New York は一回見て座ってくからちゃ。OK。で、クカラチャ終わったら座るじゃなくて伸ばして次のシャセをします。OK?OK?、OK? OK? だからもう一回見てください。ゆっくりします。I'm gonna do it slowly. Open your eyes and take a look properly. And go 2, 3, 4 and 1 さっきやったのはクロッシングシャセしましたですね。足をクロス。普通のシャセもやってますが、プロフェッショナルはよくクロッシングシャセをします。OK? なぜクロッシングシャセは、私たちは、無知のクロッシングシャセはやることができるから、だから、だからこれは次レッスンまた教えますですね。I'll teach you right in the next lesson. OK? And go. 見て。2, 3, 4 and 1OK? だから今は私は力を使ってないですね。力使ってないから、それはバネを使ってる。だからどうやってそのバネを作るのが、それは体のコントロールだから、これは射精のレッスンの時を説明します。OK? OK! それはシッティングクカラチャの時は、クッカラチャが大事ですね。だからこっちから、やります。一回見てください。私はシッチしながら、今、クッカラチャーアクションは、膝曲げながら、my knees are bent forward, and I can do 2, 3,
こっち女性組んでか男性組んで同じ angle 2, 3, and 4, and 1。もし女性だったら、もし左側の人だったら angle 2, 3, and 4, and 1。だもし女性はプラスアルファやりたかったら、その綺麗な毛首も使うことができる。Okay, ladies can add a flavor into their hand action. どういう意味ですか？一回見てください。And go, whoo, and cha, cha, cha. Okay? ね。だから、それはもうこの感じもできるね、女性。And cha, cha, cha. Okay? だから、ダンスはですね、自由さもいっぱいあります。で、種類もいっぱいありますですね。Okay? で、今はですね、そのシッティングニューヨーはそれはそれですね。だから今次はアップニューヨーク、アップニューヨーク、アップニューヨークはどういう意味ですか？上行くニューヨークですね。ね、一回見てください。アップニューヨーク、アップニューヨークは一回見て、私上に行きます。うわ、オッケー、それはアップニューヨーク。ね、アップニューヨーク、あとはですね、これは次はアップ、あとは必ずダウン行くから、そのアップとダウンの差があって綺麗に見えるですね。だから今横から見たら意味は分かります。これは前は世界チャンピオンから習ったので、そのマイク・マリトスキーですね、私のコーチャーですね、世界9回ぐらいの世界チャンピオンの先生からも習ったのに、一回見てください。そのアップダウンアクションを見せたいときはアップニューヨークを使う。一回見てください。私は横行きます。 and go up and down and chop tap tap、okay? 見ましたか、okay? それは私アップニューヨークからDown hip twist をしました。Okay? So I did the up New York and I did the whoop, this twist action. And I go to the next step. Yeah? Can you see that? That is very, very, very effective way to get the point. これはやったら、審査員見たら、おお、何やってる？ Up, down, おお、きれい、点数上げたい。その感じ。簡単。Yeah?だから一番大事、よく私も審査員してるので、外国で全部。だから見たら、ああ、審査員の話、あとで、ああ、これ、この選手がいいか、何がいいか、やっぱりその違いのがいいですね。So the difference in our dancing makes us a better dancer, make us a different dancer, okay? だからもう一回、今横から鏡、カメラ向かって、angle one、フン。ファッチャーチャー、見ましたか？ OK? OK! Now we go into the knee pump action. OK? Knee pump. Knee pump の時はできるだけはその膝を使う。OK? 膝を使うのは大事のはパンプは、その、空気みたいのパンですね。だから、ニューヨークポジションしながら、今私の膝を見てください。How many more minutes? And go! ほい！ニーパン！ホッ！ボン！この感じですね。OK。な、もう一回。ニーパン！ウォン！ホッ！ OK。So、な、膝は見ましたか？私の膝は、続けて動いている。OK? だから、続けて一回見てください。ダン、ダン、ダン、ダン。だからこれはですね、私はかかとのところと膝のところが変わってるですね。だから、かかとは何をやってますか ?What am I doing in my ankle?My heel is going down.My heel is coming up. それは、大事ですね。見て。前のかかとを下げる。後ろかかとを上げる。ワン、ツー。ワン、ツー。OK? だから、これしながら、これだけではいいんですか？違います。Is this the only good way of doing? これはできたら、そのヒップ
アクション一緒にやってください。OK? ヒップアクション一緒にやってください。どういう意味ですか、ヒップアクション。だからヒップアクションは今はね、前から見たら、私は膝をこれやったら、私のヒップアクション見えますですね。OK? というのは、私これやったら、その膝はきれいに見えますですね。And go, one, two.ね、今、ヒップ見て、ウッ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 。そして、今は私は、入浴しながら、柔らかく見える。Okay? I look very flexible when I do the 入浴、yeah? しないと、膝だけやったら、ただ踏んでるみたい。よく私の生徒はこの感じやってる。例えば、来たばかり、習ったばかり、この足はこの感じ。そして、これは、全然点数入らないですね。OK? だから、その柔らかさと動くが必要。それがとても大切。OK? だから、ニーパムの時はできたら、ワン、ツー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 。Now, hip, two, hip, two. ああ。で、最後の、手。手どうしますか？だから手は、ステーショナリーはダメですね。ステーショナリーというのは同じ場所はやってはいけないですよ。OK? だから手はできるだけは後ろから上まで行くのが理想ですね。It's perfect if you can bring your hands from the back and up. OK? だから一回見てください。私はあの右手はこの感じは一回見てください。And go! フン、フン、フン、フン。OK? ワン、ツー、スリー、フン。Okay? 見ましたか？だからその女性だったら顔を触ってもいいんですね。OK? 顔を触ってもいいです。どういう意味ですか？顔を触るのは。So, ladies, we can do a sexy face action. I'm showing you what you can do. From here, we go one, two, three. Can you see that? OK? So, one more time, take a look.And we go. One, two, and come back. Okay? これは女性場合はですね。So, men, we will just rotate here. 男性はこっちだけ回すですね。終わったとき、男性、右手、一回見てください。Go, two, three, and 戻す。終わったらこれ。だから普通速さだったら、きれいに見えるですね。And go, one, two, three, and boom. And go, one, two, three, and boom. ね、クカラチャ、普通の。OK? だから、ダンスはですね、できるだけは、いろんな種類のことをやらないといけないですね。だから今はですね、私は全部5つ、全部入れて、見た目は全然違うですね。You can see that, you know,Combine all five types of New York. You can see the difference, okay? It's a very good effect, okay? だからもちろん、ダンス、ニューヨークはこの5種類しかないんですか？違います。私は分かってるのは12種類あります。でも、このビデオ長くなるから、だから今5種類だけを教えます。Okay? So, I'm teaching you 5, but I have in my library 12, okay? So, don't worry, I'm gonna share with you in future.So, ここから Normal New York Normal New York Attack New York Sitting New York Up New York OK? And Knee Pump New York ああ、この感じですね。だからダンスはですね、全部 Normal New York Attack New YorkSitting New York, Knee Pump New York, and Up New York. この5つ種類は あったらすごくいいと思いますですね。だから普通の生徒、もし初心者の人だったら普通のノーマルニューヨーク先にきれいにします。でも、あとでは徐々に上手くなったらステップ覚えることができる。そしてゆっくりゆっくり足して、OK? ね、これはニューヨークの種類ですね。What I'm teaching you right now is the New York type of New York. でも、これはですね、
同じ種類違うってあもありますですね。OK? ね、同じ種類違う、男女が違う。あそういうあのパターンもあります。There's this style pattern that we can dance whereby is we can combine all different stuff, you know? OK? だから今日はここまでですね。OK? だから今日はあのできるだけ皆さんあのこの like してください。下にいいねを押してください。OK? Then subscribe. OK? Bye bye! 私はあの Facebook 講座を開講中です。週3回配信していますので、だから1週間無料体験ができるから、だから下のリンクにあのチェックしてください。だからまた毎週会いましょう。はい。